はいどうも、寺子2人、テラコスタでございます。今回はですね、パ、え、ワーポイント、新しいスライド作成について、えー、語っていくこうと思いますので、よろしくお願いいたします。パワーポイントなんですけども、基本的にですね、スライドというものを作っていくことになっていきます。この一番最初のですね、左側を見ていただきまして、1と書いてあるところですね。この、えー、ですね、えー、ものがスライドというふうに言います。 このスライドをですね、いっぱい増やしていくっていうのが、パワープローの仕様の作成の醍醐味でございまして、この表示されている新しいスライド作成についてというものなんですが、これもですね、スライドの種類がありまして、いわゆるタイトルスライドというものが、この上のやつのものになります。この状態のスタイルを編集したのが、こういうものになりますね。 そういった形でですね、いろんな形のものがあります。タイトルとコンテンツなんていうものもありまして、ここにタイトル書いていただいて、画像なのか、ストック画像なのか、自前の画像なのか、アイコンとか、スマートアート、3D モデルとか、ビデオ、Excel の表の挿入、グラフの挿入、こういったコンテンツを使うことができますよっていうものが、 この新しいスライドの中のですね、タイトルとコンテンツのコンテンツという意味です。このセクション見出しっというものはですね、中項目、小項目みたいなものになってきますね。これが大項目だとしたらですね、えー、中項目をセクションで作るみたいな形のスタイルです。はい。 まあそういうものですとか、あとは比較とかってありますとですね、2つですね、ここに画像を入れ込めますよ、そしてその、それぞれにですね、えー、まあテキスト、えー、まあ中項目のテキストを入れることができますよ、みたいな。まあ、そういった形でですね、いろんな種類がありますよと、白紙もありますし、タイトルのみもあれば、まあ、縦書きタイトルと、縦書きテキストみたいな、えー、こういう縦のスライドも作ることができます。 またですね、例えば新しいスライドを押していただいて、スライドの再利用というものがあるんですが、これを押していただくとですね、この参照画面が出てきます、右の方にですね。この参照画面を押すとですね、以前作ったパワーポイントのスライド、まあ、今回英文法にしましたけれども、で、前のスライドを使いたいなという場合には、その右に出てきたものをクリックすれば、今のですね、新しいプレゼンテーション1というですね、 パワーポイントのファイルにですね、以前作ったパワーポイントのスライドを入れることができますよと。こういったスライドの再利用ができたりですとか、あとはですね、えー、新しいスライドの中のアウトラインからスライドというものをやりますと、ワードでやるんですけども、ワードでですね、アウトラインというものを作成した場合にですね、アウトラインに沿ってですね、えー スライドができますよと。あいう絵を書きくいこ,こうについてみたいな形のものが大項目。で、中項目が書きくいについて、立ちつけそうについてみたいな。で、えー、次の項目が立ちつけとみたいな形でですね、アウトラインを作るとですね、えー、そういったワードからもですね、パ、え、ワーポイントに何、えー、て言うんですかね、えー、置き換えることができますよ というものになります、まあ、こういった形でですね、スライドを選んでいただいたりとか、以前使ったパワ、えーポイントの資料を使い,使いたいですとか、ワードから使いたいですとかっていうこともできますよと。こういったものがですね、パ、え、ワーポイントの表の作成の中のスライドというものになってきますので、ぜひ、ねえー、覚えて帰っていただければと思います。ではまたお会いしましょう。またね。